はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回はね、前回に続いてハンターハンター、はい、まあ、前回はね、ネテロークを紹介させていただきました。いや、めちゃくちゃ造形が半端じゃなかったね。ということで今回はメルエムの方を開封して見ていきたいと思います。とりあえずいつもの通り箱を回転させて見てみましょう。はい、ブリスターの状態も見ていただきましたので、早速本体を取り出してみたいと思います。はい、ではとりあえず台座、はい、こちら。いや、ネテロと違ってね、うん、ちょっと大きめだね、うん、まあ、それでも、従来のよりは一回り小さいのかな、うん、これもクリアブラックですね。はい、では早速本体を見てみましょう。こちら、はい、いや、メルエムもね、これは造形はいいですね、うん、なんか光沢あるところはちゃんと光沢感出して、うん、その他は艶消しっていう感じですかね。で、この耳たぶね、特徴的な耳たぶ、これは左側がちょっと上がってんだけど、これはこれでいいのかな。なんか変形してるってわけじゃないよね。ドライヤーで温めたら元に戻るとかそういうんじゃないよね。多分これが正解だと思うんですけれども。まあこちらはね、ちょっとネテロと比べるとやっぱね、なんだろうね、造形的にちょっともっさりしてる感が出ちゃってるかな。ネテロがすごすぎたせいでね、ちょっと見比べちゃうんですが、ちょっとのっぺり感があるかな。まあそれでも出来はいいですよね、顔、メルエムっていう感じは出てますけれどもね、造形師違うのかな、ネテロと。もう尻尾もね、いいですね、躍動感ありますね、まあ、なんだろうね、この外見が特徴的っていうか個性的すぎるのか、それでもよくできてますけれどもね、なんか塗装もね、まあ正直陰影とかがないんで、なんかのっぺりしてるんだよな、もうちょっとリアル感持たせてほしかったね。なんかこうシャドウ入れたりとかして、やっぱりなんかネテロと違うな、作りが違うんだよな。まあ、ここにね、ふくらはぎの部分に若干ね、黒い、ちょっと汚しみたいなのが入ってるんですけれども、それ以外が特にね、ないんだよな、そういうのが。至ってシンプルって感じかな。いや、あのネテロ、最初のネテロがね、衝撃的すぎたね。まあ、あれを見ずにこっちを先に見てたら、まあ、見方が変わってた可能性もありますけれどもね。まあ、でもそれでもかっこいいですよね。メルエム。では、台座とくっつけてみましょう。はい。台座とくっつけました。こんな感じですね。はい、ということでね、いやまあどうなんでしょうか。これはね、結構評価が分かれるんじゃないかな、メルヘムに関しては。
やっぱこう見るとね、もう造形が全然違うよね。並べちゃうと、ちょっと残念な気がするな、メレームは。とりあえずね、背景を綺麗なものに変えて回転させてみたいと思います。ということでね、2回にわたってお届けしましたポップアップパレードのハンターハンター、こちらのメルエムとネテロご紹介させていただきましたがね、いやどっちもね、なんだかんだとってもいいです。はい、こうやって並べるとなおさらいいね。あの対決シーンが蘇りそうです。はい、この2体の前に紹介したポップアップパレード、はい、そちらのキルア、はい、こちらもね、購入してますんでね、はい、こう3体並べる、うわめちゃくちゃ映える。かっこいいな、めっちゃかっこいい。ということでね、今回の開封は以上となります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。